どうも高井です。言葉の威力、俳句は見やすく自然に音読。私自身俳句というのは2年前にちょっと試してたんです。だけどその動画のキャッチコピーを使ったコンテンツというのはサムネイルというのを力入れてなかった頃だったので、本当に俳句に力があるのか、五七五に力があるのかって疑問だったんですね。ところが最近サムネイルに過去のコンテンツも含めてコツコツ作り始めていました。そしたら俳句を使ったコンテンツの数字の伸びはほんのちょっと良かったんですよ。あれ、もしかして俳句って有効なのかなみたいに感じるぐらいね。だけど確信って持ってなくってね。そんな時にここ最近この本を予約して買って読んでみたんです。そしたら言葉の難音は55って並べても77と並べても耳残りがいいし、相手の記憶に残りやすい。5秒間もあったら覚えちゃうっていう感じで、これは有効的に使うしかないなってことで575復活します。今後ともよろしくお願いします。それでは。